イアソルジャーズソウル。一丁やってやるぜ。さあ、どの戦いを紡ぐのか。大いなる戦いがここ。あなたは負けることはない。私は信じています。シュンに創業級を任せた聖夜は教皇の間を目指し、シンクのバラを敷き詰めた道を駆け上る。しかしそこにはアフロディーテの恐るべき罠が仕掛けられていた。花粉を吸い棘にかすっただけで五感を失い死に至るデモンローズの猛毒にかかった聖夜はついに道半ばで倒れてしまうのだ。早く教皇の間に行かなければ。でも力が入らない。聖夜、いけない。これは相当デモンローズの好機を吸ったようだね。こうなったらこのマリンが引きずってでもお前を教皇のままで連れて行ってやるよ。聖夜、こんなところで死んでしまったらダメだ。誰かが助けてくれている。この感じはとても懐かしい。まるで俺の姉さんのような。気がついたのかい、聖夜。その声はマリンさん。喋るんじゃないよ。教皇のままで敷き詰められたこのバラは猛毒を持っているんだ。お前は教皇の間に行き着くことだけを考えるんだ。マリーさん、お前を担いで行ってやるつもりがどうやらそういうわけにはいかなくなったようだ。聖夜、私のことは構わずに行きな。今ならまだ間に合う。一気に駆け抜けるんだ。さあ、女のマリンさんを踏み台にして俺だけ生き延びるなんてできっこないじゃないか。みんながマリンさんまでもが命がけで俺をここまで連れてきてくれた。なのにこんなバラくらいで参ってたまるか。燃えろ俺のコスモよ。ペガサス流星剣で吹き飛ばしてやる。やったデモンローズが吹き飛んだ。マリンさん、もう教皇のまま目の前だ。マリンのことは私に任せて、お前は早く行くんだ。さあ早く、時間はないんだ。ありがとう、シャイナさん。セイヤ、私にはまだお前に借りがある。お前がこの戦いに勝ち抜いて戻ってきたら必ず返させてもらうからね。だから決して死ぬんじゃないよ。シリュウ、ヒョウガ、シュン、トモという大きすぎる犠牲を払いながら、セイヤはついに教皇の間にたどり着いた。アテナの胸に刺さった黄金の矢を抜くことができるのはサンクチュアリ・ヒロシといえども教皇しかいない。残された時間はあとわずか。果たしてセイヤは教皇を連れて行き、サオリを、アテナを救うことができるのか。お前が教皇か。聖夜、よくぞここまでたどり着けたな。お前たちこそ真の力と勇気を持った
アテナのセイントだ。冗談に付き合ってる時間はないぜ。アテナに刺さった黄金の矢を抜いてもらう。あんたを力ずくでも連れて行くぞ。セイヤ、すまないが私の力でもアテナの胸に刺さった矢を抜くことはできないのだ。今さら言い逃れはさせないぞ。聞きたまえセイヤ。この教皇の間を抜けたアテナ神殿には神話の時代から受け継がれたアテナの巨像が立っている。遥かなる昔、アテナは右手には勝利の女神ニケを、左手には盾を持っていたのだ。いわばその二つこそがアテナの証。そしてアテナが左手に持つ盾、その盾こそがアテナの命を救う力があるのだ。だからアテナ神殿へ早く行け。そしてアテナの盾をアテナの方向へかざすのだ。そうすればアテナの胸に刺さった黄金の矢など跡形もなく消え去る。教皇、大丈夫か？私に構わず早く行くんだ、セイヤ。ああ、盾を取ったらすぐに戻ってくるからな。待て。誰がアテナの盾など取りに行かせるか。何？教皇の髪の毛の色が変わった。まるで神が悪魔に変身したようだ。ジェミニオ、本当のお前の姿はどっちだ？小僧、お前などに何も分かりはしない。はいと。アテナは間もなく死ぬ。そうすればアイオロスが持ち去った勝利の女神ニケも私のもの、アテナの盾とニケ。さて、これは天界のゼウス、海海のポセイドンを抑え、冥界のハーデスさえも抑えて、それを私が直に地上の支配者となるのだ。もはやこれ以上の罪を重ねるな。甘い子を見ている。さえいなければ、私はとっくの昔にこの大地を支配していたんだ。なんだ、誰と話しているんだ。この私が聖夜に圧倒されていると武芸を我が剣とアナザーディメンション。たとえ俺の五感が全て失われたとしても、まだ命と炎は燃えている。そろそろ終わりのようだな、ペガサス。ペガサス、お前は所詮この程度の実力が。死に気でもがいている様は哀れだな。まだまだ、やはり人を思いに殺してやった方が情けというものだ。なんという男だ、強い、強すぎる。ウィナー、終わったな、ペガサス。今こそ燃え上がれ、俺のコスモよ。ファイト。俺はまだ完全に倒れちゃいない。何で、お金を人が失ったらまだ立ち上がるというのか。もはやこれ以上の罪を重ねるわ。お前さえいなければ
ケルカーモンは私はとっくの昔この大地を支配していたのだ。どこを見ている？なんだ、誰と話しているんだ。なぜだ、この私が聖夜に圧勝されていると。なんだ一体、こんな少年がこそ聖をジェリミオ、アナザーディメンション。たとえ俺の五感が全て失われたとしても、まだ命の炎は燃えている。この私が地上の支配者、まさしく神となるのだ。どこを見ている？これ以上お前をいたぶるのも面倒。あえて命を守る、完全に消してやる。倒れてみんな負けられない。アテナのためにも、俺のコスモはこんなものじゃない。強すぎる。ダメだ、どうすることもできない。今度こそ息の根を止めてやる。死ね、せよ。誰だ、この私の邪魔をするの。フェニックス一騎。バカな、貴様は釈迦と共に消滅したはず。残念だったな。その釈迦とムーが俺を再びサンクチュアリに呼び戻してくれたのだ。少子な、今さら死に損ないが一人増えたところで何ができる。二人まとめてあの世に送り届けてくれる。ジェルニ、今さらし、ファイト、一気、アナザーディメンション。九死に一生を得たその命を再び捨てに来たのだ。この俺の命などいくらでもくれてやる。聖夜だけは絶対に死なせはせん。カンナ、ベニー、貴様は掃除機でも私の邪魔をした。たっぷりと苦しませてから殺してやる。肉体ではなく精神の方を砕くまでだ。フェニックス幻魔剣でな。私が大地を支配することがそんなにいけないことか。うっせーの邪魔だろう。神々までもがこの大地を狙っているのだ。このような小娘では守れず、私こそがこの時代の救世主なのだ。アテナのために、自らの命を懸けて戦った友のために、同じ時代を分かち合い生まれてきた熱き潮の友のために、この命を懸けて、ジェミニ、お前を倒す。これだけ俺の剣を浴びせては男を倒すには足りないというのか。私には分かる。シャカと戦ったお前の肉体は限界を超えている。このフェニックスは、ウィナー、ラジャクナ、何もかも捨てたはずが、これでは。そろそろ限界のようだな。ここまで戦った貴様に対する褒美だ。しっかりと見届けろ、このジェミニ最大の剣、ギャラクシアン・エクセプロージョン。セイヤは、おのれ、アテナ神殿へ向かったか。誰が生かせるか、アテナの盾は絶対に取らせん。もう少しで、アテナ像だ。でも、さっきまでかすかに見えていたアテナ像まで霞んできた。俺のコスモの炎まで消えようとしているのか。だが、まだ俺は死ねない。アテナの盾を
沙織さんの方角にかざすまでは。聖夜、聖夜、聖夜、あなたは希望。今、すべての人々のあなたは希望。聖夜、聖夜、わずかに残った俺のコスモを。聖夜、消えそうな俺の命を。かすかに残った僕の命を、僕のコスモを、すべて君にあげるから。聖夜！何？ペガサスが、また、しかもなんだ。聖夜の後ろに浮かぶあのコスモは、ペガサス。いや、ペガサスだけではない。聖夜の後ろに無数のコスモが。聞こえる。友の声が、兄弟の声が、そしてアテナの声が、みんなの声が俺のコスモに響いてくる。俺に勇気と力を与えてくれる。サガよ、お前の最後だ。今こそ邪悪を断つ。この命ある限り、お前を倒す。今度こそ殺してやるぞ。ファイト。最後を見せてやるぞ。クロイ、ギャラクシオン、エクスプロージョン。コスモ心のコスモよ、消えろ。奇跡を起こせ。全てを断たれて、見ることも聞くことも感じることすらできないペガサス、なおも私に戦いを挑もうというのか。全員失せろ。私の邪魔をするな。聖夜、聖夜、しっかり。聖夜、立つんだ。聖夜、頑張るんだ。聖夜、感動を見ている。みんなの声、俺を呼ぶみんなのコスモ、はっきりと感じることができる。聞くこともできない。どこを見ている。見る以上にそれらの感覚を超えて、今はっきりと全てのものを感じることができるのだ。俺はこの地上の神となるべきは、アテナと共に死ぬ。ペガサス、しかしこのサガの剣を受けてなお何を見せてやる。サガ、奇跡のここまでだめ。今の俺はみんなの希望。倒れるわけにはいかないんだ。お前がいくらコスモを燃やそう、私には一切歯が立たないということがまだ理解できていないようだな。みんなが与えてくれたこの力で、サガ、俺はお前を倒す。 KO ウィナー。もう誰も私の邪魔。この命ある限り、今度ファイト。もう一度だけで。心のコスモよ、奇跡を起こせ。すべて見ることも聞くことも感じることすらできないペガサス、なおも私に戦いを挑もうというのか。俺はこの地上の神となるべき。どこかと共に死ぬ。ペガサス、せいや、せいや、しっかり。まだまだ立つんだ。せいや、どこを見ている。頼んだ。俺を呼ぶみんなのコスモ、
はっきりと感じることができる。見る以上にそれらの感覚を超えて今はっきりと全てのものを感じることができるのだ。お前がいくらコスモを燃やすも私には自分が歯が立たないということが起こる。ウィナー、もう誰も私の邪魔。今こそ燃え上がれ、俺のコスモよ。ファイト。最後を見せてやる。カムナ、力を与えてくれた。だから俺は何度でも立ち上がる。今から方向を見ている。どうすれば息の根を止められるのだ。せいや、せいや、しっかり。赤目、勝つんだせいや。頑張るんだせいや。頼んだぞ。俺を呼ぶみんなのコスモをはっきりと感じることができる。どこを見ている。四分配のも大概にしろ。いい加減にくたばれ。命をかけて俺をここまで導いてくれた。一気死に強化が アテルの像までたどり着いてみせる。最後を見せてやる。サガよ、ご飯を刺された。どこを見ている。聞くこともできない。見る以上にそれらの感覚を超えて今はっきりと全てのものを感じることができるのだ。お前がいくらコスモを燃やすも私には一切歯が立たないということがまだ理解できていないようだな。みんなが与えてくれたこの力で歯がまだまだ。お前を倒す。ウィナー勝った。コスモが消えそうだ。ついにジェミニのサガを、諸悪の根源を倒したぞ。アテナ像のあの盾さえかざせば、沙織さんのアテナの命が救えるんだ。おのれ、盾に触らせるか。アテナよ、正義の盾を与えたまえ。沙織さんを、アテナを救え。アテナ、我らゴールドセイント、残りはわずかになってしまいましたが、あなたを真のアテナとしてお迎えいたします。ご老法におられる老師からサンクチュアリの増評に至るまで、あなたの下で地上の正義と平和を守るため戦います。アテナのセイントたちよ、今度は私があなたたちを救う番です。行きましょう、サンクチュアリの頂上へ。私は…サガ、正気に戻ったのですね。アテナ、気づいていましたか、サガ。聖夜の剣があなたの心を支配していた邪悪のコスモに激しい衝撃を与えていたことを。そうだったのですね。彼に感謝しなくては。こうして最後にあなたにお詫びを申し上げることができる。
最後。私の罪が許されるとは思っておりません。ですが、私にできる贖罪の手段はこの程度しか。この差が許されるのであれば、正義のために生きたかった。差が。差が心に。強い善と悪が混在していました。ですが、最後には本来の善の面が悪を凌駕したのですね。紫龍、氷河、瞬、一騎、そして聖夜、あなたたちには辛い思いばかりさせてしまいましたね。許してください。しかし、あなたたちのおかげでサンクチュアリにもこの地上にもようやく平和が戻りました。ありがとう、セイヤ。あなたたちが戦ったように、私もこれから倒れるまで戦い続けます。地上の正義と平和を守る女神アテナとして。どの戦いを紡ぐのか、お選びなさい。